こんにちは、りょうです。それでは今日も元気よくお金の勉強をしていきましょう。今日のテーマはこれですね。お金になります。健康資産を維持、強化するメリット5選。こういうテーマで話をしていきたいと思います。皆さん、突然ですが質問です。幸福の3つの資本。こう言われて、その3つが何なのか、パッと言えるでしょうか正解はこちらです。1つ目が金融資本。お金や株式、土地などの財産。2つ目が社会資本。人とのつながり、絆ですね。そして3つ目が人的資本。働いて稼ぐ力です。 これは作家の立花明さんが幸福の資本論っていう本で紹介した考え方です。本当にこの3つが揃うと幸せになれるのかではこの3つ、全て揃っている自分を想像してみてください。一生働かなくてもいいだけの十分な金融資産があって、愛する家族、仲のいい友人たちに囲まれていて、自分の好き、得意を生かした転職についていて、感謝もされるし、報酬も十分。こんな状態、どうでしょうそりゃ幸せに決まってんがなっていう感じですよね。ところが、もう少し掘り下げて考えてみると、 幸福でいるためにはもう一つ重要なパーツが不足していることに気づきます。それが健康です。健康っていう土台がなければ銀行口座に入っている100万円を有効活用することもできないし、休日に公園で子供と遊んだり、友人とサーフィンや登山を楽しんだりすることも精一杯仕事に取り組むこともなかなか難しくなりますよね。なので幸福の3つの資本の下には健康っていう土台があるってわけです。断言します。健康は人生で最も重要な資産です。ということで今日の動画では 健康資産に投資するメリット5000について解説します。健康資産と呼ぶのは健康に経済的価値があるからです。健康になることでいくら収入が増えていくら支出が減らせるのか、このチャンネルらしくお金に絡めて解説していきます。ぜひ最後まで見ていってください。それでは本題に入りましょう。健康資産に投資するメリット5000。健康資産に投資するメリットは生産性の向上、自己肯定感の向上、障害医療費の削減、資産運用期間が伸びる、働ける期間が伸びる。この5つですね。 順番に見ていきましょう。健康資産に投資するメリット一つ目、生産性の向上。健康資産に投資するメリットの一つ目が生産性の向上です。心身ともに健康でいると仕事の質が上がるよ。その結果収入も増えるよってことです。以前東京大学と日本臓器製薬がこんな研究結果を公表しました。一生の間に80%以上の人が悩まされる腰痛。その経済損失は年間約3兆円。肩こりまで含めると経済損失額は年間約6兆円。 ちょっと桁が大きすぎてピンとこないですね。皆さんも仕事をしている時に、あー腰が痛いなーとか、肩こりがひどくて集中できないよーとか、そういう経験をしたことがあると思います。こういう時って業務効率がめちゃくちゃ低下してるんですよね。ただ会社員だと実感を持ちづらいかもしれません。なぜなら肩こりに悩まされながら仕事をしていても、元気に仕事をしていても、給料日になるといつもと同じ給料が振り込まれてくるからですね。ですが、労働生産性が落ちていることは厳然たる事実。 成果が出ていないツけを企業が負担しているだけの話です。そして生産性の低い従業員は長期的には人事評価で報いを受けることになります。一方、企業家やフリーランスは収入に直結しますね。仕事をこなせばこなしただけ収入が増える。ということは肩こりや腰痛で仕事が遅れれば遅れるだけ収入が減る。ダイレクトに聞いてきます。日経新聞にもこんな記事が出ていました。肩こりなどの痛みを抱えて仕事がはかどらないことで生じる労働損失は病欠コストより大きいとも言われる。 実は病気になって働けなくなるコストよりも、肩こりや腰痛などの不調で仕事がはかどらないコストの方が大きいそうなんです。まあちょっとした風邪とかよりも期間も長くなりがちですしね。産業医科大学の長田淳教授らが4万人を対象にした調査をしたところ、不調が原因で仕事の能率が悪くなるっていう労働生産性の低下を金額に換算した損失コストは、1人当たり月約1万円にも上るとのことです。 つまり体調不良のせいで年間12万円稼ぎ損なっているとも言えるわけです。不健康による生産性の低下、舐めていると知らず知らずのうちにお金を失ってしまいますね。二つ目、自己肯定感の向上。健康資産に投資するメリットの二つ目が自己肯定感の向上です。皆さん、こんな話聞いたことないでしょうかルックスがいい人は年収が高い。いわゆる要望格差ってやつです。1970年代のアメリカ人を対象にしたこんな調査結果があります。 用紙が下から15%に入る、つまり波に満たない評価を受けた女性たちは、用紙が波の女性たちより4%収入が低い。一方、用紙が上から3分の1に入る、つまり波を上回る評価を受けた女性たちは、波の女性たちより8%収入が高い。男性の場合、用紙が波に満たない人は、波の男性より13%収入が低い。用紙が波以上の男性は、波の男性よりも4%収入が高い。 結論、生涯で家1軒分、約2700万円もの差が生じうるっとのことです。人は見た目が9割なんて本もありましたけど、残酷な現実ですね。生まれや養子、教育、身体能力、知能、世の中いろんなところで格差がありますよね。生まれもってのことで自分ではどうしようもないことは多々あります。その一方で努力によってどうにかできる余地があることも事実です。 もし皆さんが健康資産への投資に目覚め、筋トレやランニングなどを通じて、スーツや洋服がよく似合うナイスなボディを手に入れられたらどうでしょう。他にも見るからに健康的で、爽やかな雰囲気で人と接することができたらどうでしょう。自己肯定感は投社費でかなりアップしそうですよね。正しく自己肯定感の高い人は魅力的ですよね。そして自己肯定感がお金に影響するタイミングは多々あります。 転職の面接で給料交渉をするときや、契約を取るために大事なプレゼンをするとき、取引先に重要な交渉を持ちかけるときなどなど、健康や体つきは自信に影響を与える重要な要素です。ちょっと話は変わりますが、皆さんパワーポーズってご存知ですかハーバード大学のとある研究によると、両手を腰に置いて胸を張るポーズや、手を頭の後ろに組んで椅子に寄りかかるポーズ、こういう強そうな姿勢を2分取るだけで体内のホルモン分泌が変わるそうです。 テストステロン、男性ホルモンが20%増加、コルチゾール、ストレスホルモンが25%低下するそうです。ただこの話は再現性がないとか、効果がないとの指摘もあるようですが、人間面白いですね。まあ、なんとなく同意できるって方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。女の子にアプローチするときでもね、自信を持っていった方が案外成功率高かったりしますから、この自信を持っていくには自己肯定感が大事なわけですよね。えー、何言ってるかわかんないですよね。僕もちょっとわかるようなわからないような感じですけど、次行きましょう。 健康資産に投資していい体を手に入れる。自己肯定感を高めて堂々と振る舞う。そうすると自信がつき、ストレスが減り、いい結果を生むってわけですね。健康資産への投資を怠ると、待っているのは真逆の効果です。三つ目、障害医療費の削減。健康資産に投資するメリットの三つ目が、障害医療費の削減です。これはかなりわかりやすいメリットですね。そもそも1年間にかかる国民1人当たりの医療費はどれぐらいなのでしょうか結論、約33万円だそうです。 生涯では約2700万円になります。ただこれは保険適用前の金額なので、自己負担はこの金額の1割から3割程度です。こちらの図をご覧ください。これは年齢ごとの年間の医療費を表したグラフになります。0歳から4歳の間は年間約20万円。そこから15歳から19歳になるまで医療費は低下を続けて、20歳から24歳ぐらいを起点にまた医療費が上がり始めます。そしてもう一度年間約20万円を超えてくるのは50歳になるあたり。 その後はぐんぐん医療費が伸びて、最終的には年間100万円以上になります。この情報を整理すると、次のことがわかります。障害医療費の半分以上が、65歳以降に発生しているってことです。65歳以降に発生する医療費に、いかにして備えるか、これはライフプランニング上の重要課題の一つです。終身医療保険で備えたり、まとまった貯金を用意しようとしていたり、皆さんそれぞれの方法で対策しているかなと思います。 しかし、遺伝的なことや突発的なことはさておき、生活習慣からくる病気は健康資産への投資である程度防げます。もし健康資産への投資を効果的に行うことができれば、医療費自体を数十万円から数百万円レベルでカットできる可能性があるわけです。日本は少子高齢化により、社会保険が弱体化されることが想定されています。早いうちから健康資産に投資して生活習慣病を防ぐっていうのは、自分の生産性や幸福度を高めるっていう点でも、日本の財政を支えるっていう点でも、 家計に対する経済的なコスパという点でも非常に価値の高い取り組みってわけですね。四つ目、資産運用期間が伸びる。健康資産に投資するメリットの四つ目が、資産運用期間が伸びることです。投資家あるあるといえば、これですね。無限に福利シミュレーションしてしまう。みんな一回は通る道ですね。例えばこんな感じです。元では300万円、年利は7%。この7%というのは外国株インデックスの平均的な利回りですから現実的です。 300万円の元でを年利7%で30年間運用すると約2400万円になります。さて、ここで皆さんが今30歳だと仮定しましょう。60歳で一区切りと考えるならば運用期間を30年とするのに違和感はありません。でも今は人生100年時代、健康寿命もぐんぐん伸びています。だからここは一層70歳を一区切りにしてみます。そうすると運用期間は40年に伸びます。 この場合、資産額はどれぐらい伸びるのか結果はこの通り。資産額は約4900万円です。元では300万円だったんですけどね。やはり福利の力は凄まじいものがあります。しかし、ここで終わらないのが無限シミュレーションです。皆さんはこう考えます。とはいえ、今や平均寿命は80歳オーバーだからな。それに70歳過ぎて、急に資産運用をやめるわけじゃないしな。あー、とりあえず、運用期間を50年に伸ばしてみるか。その結果、こうなります。 資産額は約9800万円。後半の資産の増え方は凄まじいものがありますね。これが投資家あるある、無限にふくりシミュレーションをしてしまう、です。7%の年利をちょっと保守的に5%にしてみようかなって変えてみたり、毎月3万円の積み立てなら無理なく続けられそうだよなって追加してみたり、そういうカスタマイズが入るのもお約束ですね。何が言いたいのかというと、こういうシミュレーションには大前提があるってこと。それは皆さんが生きているっていう前提です。 今見てきたように、福利には凄まじいパワーがあります。かのアインシュタインが人類最大の発明と呼んだだけのことはあります。とはいえ、そのパワーを存分に活かすには長生きする必要があるんですね。資産5000万円を5%で運用すれば250万円の収益を生み出します。人生後半では1年長く生きるだけでこれぐらいの経済的メリットがあるわけです。マネーリテラシーの高い人にとって健康資産への投資は経済的に見て勝てる確率の高い投資になりますね。5つ目。 働ける期間が伸びる。健康資産に投資するメリットの5つ目が、働ける期間が伸びることです。冒頭でもお伝えした通り、幸福の源泉は3つあります。金融資本、お金や株式、土地などの財産。社会資本、人とのつながりや絆ですね。そして人的資本、働いて稼ぐ力。働いて稼ぐことは、自己実現や承認欲求と深いつながりがあります。だから、好きで得意でやりたいことができるならば、可能な限り働き続けられた方がハッピーなわけです。でもこれを言うと、 学長、ファイヤーつまり超アーリーリタイアを推奨しているこのチャンネルが長く働けることをメリットで呼ぶなんておかしいよ。もしかしたらこう思う人もいるかもしれませんね。でも以前にもお伝えした通り僕が言うファイヤーというのは会社や役所など組織からのリタイアっていう意味合いが強いです。こういうところでは本質的な意味において自由に働くのは難しいからです。もちろん自由なんていらないよ。100%満足しているよ。 そういう人が雇われで働き続けることを否定する趣旨は一切ありませんけどね。好きで得意でやりたい仕事。しかもやり方は自由で人に喜ばれてお金までもらえる。こういうことが実現できるなら一生働いていたいって思う人は少なくないでしょう。僕もそういう意味では一生働いていたいですしね。もはや働いているっていう感覚すらないです。ずーっと夏休みで遊んでるみたいな感覚ですね。でも幸運にもそういう仕事に恵まれたとして本当に働き続けられるかどうかはわかりません。 仕事ができるかどうかは健康状態に左右されるからです。こういうイメージをしてみてください。健康資産に投資した自分の将来は75歳まで働ける。一方、健康資産に投資しない自分の未来は65歳まで働ける。その差は10年です。働ける人はこの10年で3000万円とか5000万円とかを稼ぎます。一方、働けない人はこの期間の収入はゼロです。健康資産に投資したか否かで、障害賃金にここまで影響が出る可能性があるんですね。 人的資本というのは皆さんが持っている最も重要な財産の一つ。これの寿命を伸ばすには健康資産への投資が必須です。何もしなくて貯金残高が増えることがないように、何もしなくて健康資産が増えることはありません。健康資産、意識的に投資していきましょう。まとめいきましょう。最後に今日の動画のまとめです。今日の動画では健康資産に投資するメリット5選について解説しました。結論この5つですね。1つ目、生産性の向上。 肩こりなどの痛みを抱えて、仕事がはかどらないことで生じる労働損失は、病欠コストより大きいとすら言われています。肩こりや腰痛などの経済損失は、一人当たり月約1万円との試算もあります。まさに健康試算を軽視したことによる、目に見えないしっぺ返しです。二つ目、自己肯定感の向上。ルックスは、経済格差を生み出す要因の一つと言われています。先天的なことはさておき、努力でどうにかできる余地もあります。 自分を好きになれる体を作れれば自己肯定感が向上していい仕事ができるようになります。三つ目、障害医療費の削減。障害医療費は約2700万円です。保険給付前ですけどね。そして医療費の平均は年約33万円と言われています。健康資産に投資することで生活習慣に関わる医療リスクは低下させられます。数十万円から数百万円レベルで医療費の自己負担額を減らせる可能性があります。四つ目、資産運用期間が伸びる。 福利のパワーを生かすには資産運用期間を伸ばすことが必要です。寿命や健康寿命が伸びれば資産運用期間を伸ばすことができます。資産を蓄えた後は1年運用期間を伸ばすだけで劇的に収益が増えます。つまり健康資産への投資は元が簡単に取れるってことです。5つ目、働ける期間が伸びる。人的資本、働いて稼ぐ力は幸福度的な意味でも経済的な意味でも非常に重要な意味を持つ資本です。 健康資産に投資すると元気に働ける期間が伸びます。いい仕事がある人にとってはまさにボーナスタイムの延長です。以上が健康資産に投資するメリット5000です。今日の動画を見て健康には経済的な価値があるんだよってことを数字を交えながら捉えてもらえたらもう十分です。こうやってアンテナの感度を高めておけば健康に関する情報をより広く、より効果的に拾えるようになりますからね。今、リベダイでは皆さんの健康資産に貢献できるようヘルスケア部門に進出中です。 昨年はクリニックが一つとデンタルクリニックが二つ、そして動物病院も一つ会員しました。今年来年とさらにクリニックが三つ会員予定になっています。皆さんの健康資産の維持、強化にぜひ活用してください。以上参考になれば嬉しいです。オンラインコミュニティリベシティも運営しています。リベ大ではお金持ちを目指すなら基礎教養としてボキ3級と FP3 級を学ぼう。これを配信当初から言い続けてきました。ボキと FP は お金の世界のひらがな、カタカナくらい重要な知識です。これを勉強しておかないとお金の世界の言葉を理解できないんですね。簿記や FP を学んでお金の世界の言葉がわかるとこんなメリットがあります。確定申告が理解しやすくなる。公的保障に詳しくなって無駄な保険に入らなくなる。住宅の取得で失敗する可能性を減らせる。生活に直結する知識を身につけることができるのでぜひチャレンジしてほしいと思っています。現在僕の運営するリベシティでは ボキ &FP 祭りを開催していて、資格取得を後押ししています。一人だと勉強のモチベーションが上がらないなとか、同じ目標に向かって頑張る仲間が欲しい。そんな人はぜひこの機会にリベシティを活用してください。勉強するためのスペース、リベシティオフィスも使い放題です。そしてリベシティは最初の1ヶ月間は無料で試せます。ぜひ活用してほしいなと思います。今日が人生で一番若い日です。今日はこの言葉がハマりますね。 日本は平均寿命が84.5歳となっており、世界一の長寿大国です。その一方で、とある調査によると、健康状態がいい、もしくはとてもいい、こう答えた人の割合は38カ国中で最下位だそうです。悪い、非常に悪いという回答は40カ国中3番目に多いとのこと。健康寿命っていう観点では課題や伸びしろがありそうですね。健康はお金と違って、はっきり目に見えないためについついおろそかにしがちです。 だけど、幸福度っていう観点からも、経済的な観点からも、これほど重要な資産は他にありません。自分の体っていう最大の資産をしっかりメンテナンスして、がっつり増強していきましょう。ということで、これからもしっかり学んで行動して、J の道を歩んでいきましょう。終わりたいと思います。今日もありがとうございました。健康は最大の資産。皆さん今度一緒にバドミントンしましょう。それでは今日もいい一日を気をつけていってらっしゃい。